おはようございます。 おはようミネラボのお時間です。ミネの作家活動アドバイザー、和田真央です。今日のご相談、匿名希望の作家さんからです。編み物だけで本業になりたいけど、値上げやショップの整理の他にできることは何でしょうというご相談です。読み上げます。真央さん、こんにちは。私は現在、3人の子供を育てながら編み物を中心に作家活動をしています。もともとフルタイムの仕事をしていたのですが、体調を崩してしまい、大好きな仕事を続けることができなくなりました。 そんな時に以前から好きだった編み物で作家活動をしてみてはどうかとの勧めがあり、ミンネでの販売を2021年9月頃から始め、12月頃から他のサイトでの販売も始めました。もともと物を作ることが好きなこともあり、毎日とても楽しく活動しています。まだまだ写真や説明文が不十分で整理する必要があることも十分理解しているつもりですが、 ありがたいことに初めて2、3ヶ月目あたりから売れ始め、レビューもいただけるようになりました。ベビーキッズのアイテムを中心に受注生産で販売していますが、サイズ展開があるので大人の方まで幅広くご購入いただいています。ただ、どうしても編み物のため一つ仕上げるのに半日から数日かかってしまうものもあり、量産できません。 12月には1日で数件のご注文をいただくこともあり、編めることや皆さんに喜んでいただけることを思うととても嬉しかったのですが、編み物と発想に追われる毎日になってしまい、少しでも時間が空くと編み物をしている状態でした。 制作時間とプライベートの時間が混在しているので調整が必要だと思っていますが、1年目は初めて来る季節によって出品したいものがあるので、試作時間も確保したくてつい熱中してしまいます。量産できない場合は売上にも限界が来てしまうことも実感しました。ただ、できるだけ売上を伸ばし、本業として活動できたらと思うようになりました。 編み物は高級品とおっしゃっていたので、きちんと時給も考慮した上で価格設定をしたいと思いつつ、私が貧乏症なのか、あまり高いとなぁと二の足を踏んでしまい、なかなか価格変更に手が出ません。編み物だけでは本業としての収入を得ることは難しいのでしょうか 編み物で収入を上げていくには、値上げやギャラリーの整理の他に何かできることはありますでしょうか長々とま,とまとまらない文章でしたが、頑張りたいと思っています。ぜひよろしくお願いします。というご相談いただきました。ありがとうございます。 もうこれはですね、率直な気持ちとしては、もう覚悟を決めるっていう、それしかないかなと思ったところです。まあ周りに言われたことを整えていくっていうことももちろん大切ですし、それを実践されてると思うんですけど、もうそういう次元で何か言われたことをやれば、商売につながるっていうところじゃもうないんですよね。自分の力で仕事を切り開いていくんだっていう覚悟とか、 まあ失敗しても自分の責任だっていうリスクを取る覚悟とかそういうことがやっぱり本業にしてていくことかなって私は思うんですよねでそのことをすごく思った一行があってもう一回読みますとね きちんと時給も考慮した上で価格設定をしたいと思いつつ、私が貧乏症なのか、あまり高いとなあとにの足を踏んでしまい、なかなか価格好変更に手が出ません。もうやっぱりこの一文ですよね。自分の価値を堂々とお客様にお披露目できてないんだなっていうのが私はちょっと感じちゃったところなんですよ。 まずですね、このご相談者さんに必要なのかなって思ったのは、本業にしたいって言ってる、そこの真意、どういう形の本業なのかっていうのを、まず整理していただけたらなと思います。本業、つまり、まあ、仕事ですよね。仕事に対して求める内容、そのどのくらい利益を得たいのか、もうその規模感によっても全く道が変わってくるかなと思います。例えばね、事業を継続して、 スタッフもどんどんん増やしていきたいそういう世界を目指しているのか一人親方って言われるような一人である程度の収入に到達したらそこから現状維持で横ばいの感じでやっていきたいとかね。まあ、仕事の内容に対しても 編むことがお好きなんだなっていうことは伝わってきたんですけど編むこと以外でも実はできることがあるのかそういうことをやってもいいのかそれとももう編むことしかしたくないのかその他のことは人にお願いするっていうのも選択肢としてあるのかとかそういうことによってもう商売の規模感っていうのは大きく変わってくると思うんですよね。で結局この考え方って自分自身の問題だと思うんですよ。 自分が提供できる価値。私は世の中に対して何ができるだろうかっていうことをしっかり見据えてやれることを。 ややりたいことやりたたいいここととくなそれを考えて自分の中で腹を決めていかないと作品を販売するにせよ他の事業例えばそうね編み物の作家さんだったら、まあ、よくあるのは編み物教室を運営するとかそういうのもまあ商売の一つの方法とはあると思うんですけど何をやって利益を得るにせよ自分の金銭感覚でお得感を感じられるかどうかっていうところの尺度でしか商売するっていうことの物差しを測れない状態だとどうしても商 商売の幅っていうのは狭くなっていくんですよね。商売の幅が狭くなるっていうことは、やりやすい方法に流れちゃうってことなので、やりやすい方法っていうのはその分ライバルもめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。その中で一番になるぞっていう思いにならないと、なかなか成功しないっていう状況もあるかなと思います。なんでチャンスがないわけじゃないんだけれども、難易度が上がっていくと思うんですよね。 で、商売のやり方、その年賞5000万円ありますっていう方で利益は半分2500万円ありますっていう人もいれば、年賞5000万だけど利益は500万円ですっていう人もいるわけです。年賞1000万円だけど利益が500万円の人もいるわけですよ。 いろんなパターンがいっていいし、商売をしている本人がどういう目標で薄利多倍でいくのか、利益率高くいくのかって、どっちがいいとか、どっちが偉いとかないんですよね。自分の立てた目的に沿った商売ができていれば、それでいいと思うんですよ。でも、例えばそこで、じゃあ誰か成功してる人に相談したいなと思って、いろんな人の意見聞いたりするじゃないですか。 まあ、例えば年賞5000万円、利益2500万円とか出してる方に、編み物を仕事にしたいんですって相談したら、その人から返ってくる答えは、事業として成長しないとやってる意味ないんじゃないとかね、編むこと以外にも価値をつけて仕事にしていかないと無理なんじゃないっていう、そのご自身の売上利益の規模に当てはめておっしゃられるんじゃないかなって私想像したりしたんですよ。 じゃあそれを聞いて編み物で仕事をしたいなって思ってる方はやっぱり私はダメなのかなとか私は編み物を仕事にできないのかなとかそういう受け止め方をしちゃいけないと私は思うんですよね。話の論点がそもそもも違ううなっていいううに思います。 じゃあ自分と違う商売の規模の方の意見を聞くんじゃなくて近しい人の意見を聞けばいいじゃないかって思われるかもしれないです。じゃあ自分が目指す方向と完全一致な人を世の中から見つけてきて話を聞きたいそしたらヒントがあるかもって思われるかもしれないけどそういう方に巡り合える可能性っていうのはめちゃくちゃ低いと思うんですよね。 で会えたとしても相手の方が自分に対して親切に何でも教えてくれるかというとそこも相手次第なので自分でコントロールできるところじゃないと思うんですよ。なので自分で課題を解決するときにすごく大事だなって思って私何度も話しているのは自分自身でつまずいているところを明確に言葉にする人に説明できるようにするっていうのはまずとっても大事ですよね。でこれができないと誰かにアドバイスを求めたとしてもミスマッチが起こっちゃうんですよ。 相手の方が悪いわけでもない。自分が悪いわけでもない。ただ、方向性がずれているから話が噛み合わないっていう、ちょっと目的からずれちゃうっていうことが起こっちゃうんですよね。 なんで、私の場合はこうだけど、あなたはあなたのことで自分で置き換えて考えてみてねっていうことを言われた時に、本当にその自分ごとに置き換えて、じゃあ私はどうすればいいんだっけって考える力っていうのが、結局商売をその後大きくできるかどうかっていうところにすごくつながるなって私いつも思っております。 なのでもしかしたら今日の匿名のご相談者さんからするといきなり年商5000万円の話とかが出ていや私が聞きたいのはそこじゃないよって思われるかなとも思ったんですけれどもちょっとあえてお話をしますねまず自分の仕事としてやりたいなら月商とか年商とか利益をどのくらい得たいってそこからまず考えてみるのがいいですねもう考えてるかもしれないですけどで何ができるのかやりたくないことは何かを考えていきましょう。で 編んで作品を売ることに限界をもう感じていらっしゃるようなので、編まずに商売になる仕事って何だっけっていうのも考えてみるといいですよね。まあ単純なんですけど、さっきもちらっと言った編み物教室やってみるとか、レシピを販売するとか、キットを作って販売するとか、編み物道具を仕入れて販売するお店を運営するとかね。 で、ショップもよく拝見しましたとっても素敵に作ってあるんですよでも今の価格設定を据え置きのままそこを考えずに商売にするにはどうしたらいいかって考えるのは全くお勧めできないですねもう今の価格はびっくりするほど安すぎるなって私も感じました 私がこんな高い値段つけるなんてっていうふうに思われてるかもしれないけど、それって自分を下げた考え方になってしまってるんですよ。もうぜひとも一日も早くそこからは卒業してほしいなって思います。もうあなたの作品は本当に素敵です。けど、 今の売り方だと自分の命を削る売り方になってしまってるなって心配になるぐらいです。なんでもっと堂々と販売してほしいなと思います。もちろん今のペースでは売れなくなりますよ。でも今売れてるのはやっぱり安いから手頃で可愛いものを買えるっていうところであなたが手で編んでいることに本当に価値を理解している方がお客様としてついてくれてるのかどうかちょっと心配にはなりました。 ただ価格を上げたとしてもついてきてくれるお客様がいれば、それは本当にあなたのファンの方だと思うので、そういうお付き合いがつながるような販売活動につながるといいなとは思います。でね、まあ編み物に限らずなんですけれども、ものづくりを仕事にしていて、生計を立てていくっていうのは誰にでも簡単にできることじゃないんですよね。でもチャンスは誰にだってあるんですよ。 やっぱり投資金額が少ないっていうのは大きいですよね、自宅で仕事をできるっていう選択肢を自分で選べるっていうのもめちゃくちゃ魅力的だし、そうなりたいと思っている方には、もうぜひとも私も支援をしたいなと思っている次第です、で私自身も手編みのアイテムってものすごく好きで、今シーズン結構手編みアイテム買わせていただいたんですよね、セーターも買ったし、靴下も買ったし、帽子も買ったしいろいろ楽しんでます。 もしね、今後、いろんな方に相談される機会があるかもしれないです。で、それは無理だよとか、そんな価格で誰が買うのなんて言われた時に、そこで諦めてしまったら、本当にそこで止まっちゃうんですよね。自分の商品の価値っていうのは、自分で決める権利があるんですよ。周りの方がいくら高いって言ったって、 そんな高いものなんて世の中めちゃくちゃいっぱいありますから安くてお得なものしか生き残れないっていう時代じゃないと思うんですよねなんで今回の匿名の作家さんがやりたいと思って仕事にしようかなっていう前向きな気持ちになれてるっていうのが本当に素晴らしくてそこを大事にしてほしいなと思いますその熱意をぜひ形にするためにも向き合いにくいと思われてる価格そこを通り過ぎるわけにはいかないのでぜひ具体的な目標を立ててよかったらまたおはよみ狙おう 相談を送っていただけたら違う話もできるかなと思っておりますちょっと長くなりましたけどやっぱり一人で作って売るっていうのを続けた時に よく聞く話としては、年商の限界は300万円から500万円ぐらいかなって言われてはいるんですよね。利益率をすごく高く設定できて、ブランディングもうまくいってれば、年商1000万円超えてるような方ももちろんいらっしゃいますけども、それ以上売ろうと思ったら、生産支援を受ける、その工場に外注に出すとか、まあ人を雇ってお手伝いしてもらうとか、会社の規模を大きくしていくみたいなことも必要になってはくるんですけれども、どこに行きたいかなっていうこと なのでまず考えていくのがやっぱり大事かなそこは自分にしかわからないんでねなんで編み物に限った話では全くないんですけれども自分の手で動かして作ったものでの価値っていうのは1日24時間のあるうちの業務時間とする時間以上のものは生まれませんのでそこを付加価値をつけていくなら自分でブランディングを頑張ってファンをどんどん作っていくっていう活動と掛け算でやっていく。 仕事としてするっていうのはその分リスクを取るっていうことなのでそこも含めてぜひ前向きに考えていただきたいなと思います。はい。今日もご視聴くださってどうもありがとうございました。ちょっとでも参考になったなと思ったら高評価のボタン、チャンネル登録ぜひお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。